皆さんこんにちは、今吉直樹です。今週は人生初めての一般質問や大きなイベントの運営、ミソベルの忘年会など盛りだくさん慌ただしい週間となりました。それでは先週を繰り返していきたいと思います。12月2日月曜日、12月議会本会議4日目、人生初の議会で一般質問を行いました。 後ほどピックアップしてお話ししたいと思います。12月21日火曜日、12月議会本会議5日目、4名の議員が一般質問を行いました。これで12月議会に通告された21名の一般質問は全て終了したことになります。夜は、霧島市商工会溝部支部の忘年会が 溝部町の伊佐美寿司でありましたので、参加させていただきました。12月22日水曜日、12月議会の総務環境常任委員会が開催されました。私は副委員長として出席し、陳情2件、議案3件の審議を行っております。この委員会の報告については、また後日させていただきます。 12月23日木曜日、この日は来客対応や12月25日の二人気の巫女と神話音楽劇の準備、1月1日初日の出洋配式の打ち合わせ、新しい授業に関するオンラインミーティングなどを行いました。12月24日金曜日、霧島市内の小学校はこの日が終業式でした。 私は溝部小学校の PTA 会長として溝部小学校にお伺いし、新任の先生方に記念品の贈呈をさせていただきました。また夜は、農福連携のお話を、新しいプロジェクトの動きを確認させていただいております。12月25日土曜日、にぎのミコと神話音楽劇の 本番対応を行っております国宝になったばかりの霧島神宮で西島和弘さんが舞を奉納されたことはこれからの文化財活用に大きな一歩であったと感じています。また美山コンセールでのイベントは私自身初めて美山コンセールの施設を使ったイベントということもあり想定外なことが 多々ありまして、反省点が非常に、えー、多いのですが、えー、だからこそ、えー、この経験は次に生かせるんじゃないかと考えているところです。12月26日日曜日、午前中は伊佐市文化会館に娘と行きまして、鬼武蔵、ただ元の舞台を鑑賞させていただきました。小学生から 高校生の演者の見事な演技、迫力や繊細さが感じられました。本当にすごいと感じましたし、その一生懸命な姿に感動をいただきました。また、歴史の登場人物がその時、様々な思いを持ちながら時代を生きてきたんだと。改めてその 強い覚悟に自分を重ねながら見,見させていただきましたまた夜はミゾベルの忘年会がありまして、えー、活動の1年間を指名を行うことができました、えー、今年も私がおでんを作らせていただきまして毎年恒例となっておりますので、えー、なかなかやめ時がわからない状況になっております えー、意外と好評でですね、えー、皆さん喜んで食べていらっしゃるのでこれからも可能な限り続けたいと思っていますそれでは今週のピックアップ12月議会一般質問についてお話ししていきたいと思います初めての一般質問では私が選挙中に訴え続けてきた活動のマニフェストである 天と地、水と風をいかにして実施していくのか、その点について事業提案などのさせていただいた形になります。5年後、10年後、より良い霧島市をみんなで作っていくための大前提として、ビジョン、人と人のつながり、子供と大人の教育、チャレンジできる環境がとても大事であると考えています。 私はそれらを推進していく一つの方策として、霧島未来会議支援事業が非常に有効であると考えています。自分たちが暮らす地域に身近な目標を自分たちで決め、その目標を目指す未来に向かって、市民と行政が一丸となって歩んでいく。そして小さなチャレンジが少しずつ目を出し、身になっていく。 この授業はその成果として他にも人と人のつながりや学び合いチャレンジできる環境づくりができます。中重市長をはじめ執行部の皆さんもその重要性を認識していただいており住民が主体的に活動できる仕組みづくりサポートのあり方を検討していただけることになりました。今後も しっかりと前に進めていけるように活動をしていきたいと考えています。霧島市議会の YouTube で、えー、私の質問の様子が配信されておりますので、えー、概要欄に URL を貼り付けておきます。ぜひご覧になってください。はい。今年始めたことが一つ一つ 形になった一週間でした。これからも気を緩めることなく、今後も日々精進していきたいと考えています。今年もあと一週間。コロナも感染が広がりつつありますので、それぞれが自分の体調管理をしっかりして、良い年末を迎えていきましょう。それではまた次回お会いしたいと思います。本日はありがとうございました。 ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、応援コメントお願いします。次回もお楽しみに。